はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと一風変わったもの、はい、こちら、じゃじゃん、バカウケ。はい、いやー、バカウケ好きなんですよ。バカウケ、うん、めっちゃ好きなんですけど、なんかね、鬼滅の刃とコラボしてて、ここにね、キラキラシール1枚付きって書いてあるんですよ。全集中ごま揚げ醤油味。はい、いやー、でね、このシールなんですけど、この裏にこうついてるんですよね。うん、で、これがね、全5種っていうことで、ランダムで1枚。はい、まあ5種なんで、まあ、この4名で、おそらくこの4人が集合1枚みたいな感じだと思うんだよね。うん、なのでね、これ全5種なんでね、はい、こちらをね、はい、ということでね、5種類、はい、5種類揃ってるかわかんないけど、はい、5個買ってきました。はい、なのでね、ストレートコンプしたいと思いますよ。はい、じゃあ早速ね、とりあえずもうこの上のこの切り口からバッと切っちゃってね、一枚一枚出していきたいと思います。はい、はい、ではね、こうやって上の、5つ全部カットしましたんでね、1枚ずつ開けていきたいと思います。まあ、どういう感じのシールが入ってるかわからないけどね。はい、では早速1枚目いきたいと思います。頼むから被らないでくれよな。はい、いきます、せーの、ほら、やっぱり4人集合。これは来ましたね。あとは1人1人ですよ。あ、なるほど、キラキラしてる、全員集合。あ、裏は何もないんだね。ほんとただのシール、キラキラしたシール、バカオケって書いてる。やっぱり全員集合だったな。はい、はい、ではね、2枚目いきます。よっ、いきます、せーの、あー、はいはいはい、猪之助ね、猪之助。キラキラしてる。はい、まあこれで3枚目からちょっと怖いな、かぶりそうで怖え。はい、では3枚目いきます。頼む、かぶらないでくれよ。せーの、お、危ない危ない危ない、炭治郎。はい、来た、炭治郎、キラキラしてるぜ。はい、炭治郎。いやー、でもこっから怖いぜ。こっからがかぶる可能性が高くなってきてる。いやー、怖い怖い怖い、あー怖い。よし、いきます。4枚目、せーの、おっしゃ、よし、かぶらない。ねずこ、いやー、ねずこかわいい。はい、ねずこ、よし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 、これで全員が出ればコンプリートですね。いやー、これは来たよ。はい、ついに来ました。開封動画のこのね、醍醐味っていうんですかね、この最後の最後でどうなるかっていうね、ドキドキ感。はい、コンプ、ストレートコンプいくできるか。全集中いきます、せーの、
ネズコかぶった。全員つなげれなかった。悔やまれる。うわー、ストレートコンプ行くかと思ったけど、出なかった。全員つなげれなかった。まあでもね、いや、無常的じゃないですか。自分ほんとかぶり地獄にはまる体質なんでね。どんな体質やってね。はい。いや、よかったね。4枚。それぞれ。うん。やっぱりね、この主要キャラの 4人だね。うん、まあね、もう、あれですか。映画やってますか。やってるかどうかわからないんだけどね。あの映画ね、見たいな。うん、まあ、見たいけれど、ね、すごい。なんかやばいくらい混むらしいじゃないですか。チケット争奪戦みたいなね、はい、やばいよね、鬼滅の刃。はい、ということでね、今回は、鬼滅の刃、はい、こちらのバカウケ、シール付きをね開封させていただきました。皆さんもねコンビニで見かけたらね、ぜひバカ受けが嫌いでなければ、はい、購入することをお勧めします。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。